三雅坂漢氏は、菅原道真で有名な菅原氏から派生した、三雅坂国の氏族。三雅坂国かつ他軍を中心に、重広氏し、様々な氏族を生んだ。中世から武士団として活動し、三雅坂関家党と呼ばれた。三雅坂の武家の中でもその由緒は古く、名族として知られる。家紋は、梅鉢紋。正体四年、正体の変により菅原道真は、 ダザ府に左遷され、そのコラも、ハイの浮き目にあったが、演技三年に、ダザ府にハイされた、菅原道真は死すと、怨霊を恐れた朝廷によりその一族は復権した。省略年中、道真の創尊、助ケタの次男吉政が出家して、三正国勝田郡コー寺に移り住んだ。吉政から数代後の地雷は、上略二年、三作守となって人国に下り、在職中に、 作州勝田軍で死去。その熊県は横領市となってそのまま作州に住み着き、三雅坂菅党の祖となる。三雅坂で菅原氏を称する氏族には、土着した菅原氏から直接派生したのと、もともとそれぞれの土地に基盤を確立していた一族が、三雅坂監氏と養子、婚姻関係を結んで、菅原生を称した者がおり、それら諸子の派生については、 様々な伝承がある。大江に、藤原氏族の近藤氏がおり、近藤影よりの子、馬海雷助が、方言の乱で新因側に組みして、作州豊田省に入る、二階堂正しい木の娘である妻ともども重して、近藤村と称した。夫妻には、長男、孔子、次男、金継ぐの二人の子があった。雷助が死したため、この西を連れて、有本家に嫁ぐ。 地雷から四代後の中雷と、二階堂正しい木の娘との間に三歩、太郎光助が生まれ、ここから関家七竜と呼ばれる有本氏、広戸氏、福光氏、植月氏、原田氏、高取氏、江見白が派生。有本氏が当主となって、美まさか関家党と呼ばれる武士団となった。さらに数代を経て、みなき氏、柿和氏、関治治氏などが派生している。 道真から十二代の後員、周茂が、三正国勝田軍北の省に入る。男子が三人あり、穂綱、安吉、正が、兄弟三人で、勝田軍王が省を支配し、この三人の系統を、元家の三竜と呼んだ。三河守るほ綱からは、豊田、稲城、菅、広戸、森安、野々昇、小坂、古国、留坂、梶じ右手などが、 安吉からは、植月、大町、松岡、末らが、三保、太郎政からは、有本、福本、恵美、湯華、原田、葉が、姿らが派生し、これを関係なな竜としている。道真から十一代後の久田だから左陽間太地期、原田二郎賢治、有本三郎中来が生まれ、賢治子孫は、加賀前田氏へつながり、中、来の彦左共進社地が、 有本氏となり、同じ中、大の総尊三保、太郎政から植月、広戸、福光、高取氏らが派生。有本、植月、高取、広戸、美なき、大町より、外は、有本氏より、美なき、小坂、梶並、前原ら、諸氏、美なきより、豊田、小森、勘治、勘ら、諸氏、小坂氏より、徳国氏、豊田氏より、野々昇氏、 原田正門の末に、松岡、高取、長戸森付の末に、湯下氏。合計132氏、淡井氏、江美氏を除く。浮田氏重臣となった戸川氏は、有本氏の所流富川勘四郎佐、奈の孫に、富川正美があり、秀康がその養子となったもの。加賀藩の前田氏は、三正か関家原田氏の家系を辞任し、家門は、関家の梅鉢門を使用している。 剣術で有名な野牛氏は、藩官府、関政重州諸家府などによると、吉政の孫で、地雷の祖父で、当選の子である持剣の子長家から派生したと、なっている。剣豪、黒田二十四期として、有名な藩政都氏を輩出した、晩州官氏は、官氏予府によれば、祖父畜前守向寺家の第二、伊藤軍越辺の村に来て、領地を獲得して、家を建てたとしている。 関係党は支流まで含めて代々、助の字を用いており、優などは通院によるごきと思われる。平氏前世紀から、源平総乱寺、平家方として、江美氏、豊田氏が活動。原田賢治と佐用力は、江美主神と共に、平家法として、出産の戦いに参戦し、先行を挙げる。天覆2年9月12日、多くの伝説の題材となった。 菅原政が赤松久則と作用で戦って討ち死に。南北朝初期は、沖国を脱出した放棄戦場さんに在所した五醍五帝の下に馳せ参じて、宮方として働き、京での合戦に多数の被害を出す。公安元年、山梨が美正かに進出した際は、赤松氏の一族作用を定久と共に、倉掛城にこもるも落城。室町時代、 有本氏、広都氏、柿和氏が、奉公衆となり、江美氏は、戸様衆に加えられ、幕府直進として活動する。戦国時代末期、宇喜多氏の侵攻により、勝田軍で、有本氏を中心に、武士団を構成していた諸氏は解体される。久米軍原田氏、菅治氏など、宇喜多氏に協力していた氏族も、朝鮮の役や関ヶ原の戦い後の宇喜多氏の壊滅と、共に、 武士団としての活動を停止。江戸時代、三坂一国を与えられた森氏入国の際、当初他の三坂の国人と一揆を結んで、抵抗していた有本氏が転じて協力したため、三坂一国の昭屋を取りまとめる、王将や頭に任命される。菅治虫などは昭屋として昨日、三坂菅原氏の着流で、関家島の総領。 岡山県勝田郡奈義町中島周辺を本拠とし、障子有本に有本城跡が残る。室町幕府方向衆。津山藩森氏の入国時、当初関係党、淡石、新面氏らと一気を結んで抵抗するも降って、三正平定を助け、官営2年、国中の王将屋を取りまとめる、王将屋頭に任命される。以後、森屋取り潰しまで世襲。 津山市東部コートに住した氏族。コートは、常用漢字表記で、広都氏が名乗ったものではない。広都氏の系図では、州茂の子、安吉の後栄とする。室町幕府奉公衆。備前浦上市の重臣であった岡本氏州の、岡本氏は、この広都氏から派生している。勝田郡奈義町柿あたりに住した氏族。柿に、 福光三郎の屋敷という福光屋敷が残る。福光氏は、その後、福本氏を称し、笹尾上主になったという。武前福光流古術は、元家福光氏の子孫、福光明正が起こしたもの。勝田軍小王朝植月に従した氏族。経図では縁起元年未まさかに下校し、そのまま作州で没した、道真の男子同行の後衛とする。茂洋氏は、 天子恒久に仕え、天文5年の大内義隆による出雲攻めで功を立て、法棄国費の軍に領地を得る。息子助明は、A69 年、天子義久の敗北とともに、出雲を退いて、昨週の助将に潜伏していたが、a 6十2年の天子勝久の天子丘陵、脱回作戦に従って、数々の功を立てた。助明は敗北して、 出雲を追われた勝久と共に上京するなど、終始行動を共にし、最後は、天正六年春間光月城で勝久の切腹に従って殉死した。重明、重京と二代にわたって、宇喜多氏に仕えたが、関ヶ原の戦いに敗北して浪人。長元の代になって、森氏に仕えた。三正かか氏を称する原田氏は所流が存在する。 関係党の本拠かつた軍を離れた、三作国久米軍、稲岡小原殿を領有した原田氏がいる。平忠恒の子忠敬が、以前原田に住んで、原田氏となり、保安4年、孫の教法が、藤原中治が公開し春を殺したことに関係して、三摩坂に流されて、くずむ師を与えられ、狐山に、東海山城を築いて重視して、翌保安5年くずむ師を、 原田省と改めた。この平氏系原田氏が四代中華度の第二世を菅原に改めたという。みまさか関係系図では、中門は三歩、太郎政のことなっている。この原田氏は、天文元年に、天腰に属して周囲に勢力を拡張するも、天文十二年に、本拠東海山城を落とされ没落。その後、十五代、三河森定の下で復活して、主に、 浮た方として活動した。しかし、朝鮮の役の際、人中騒乱の責任を取らされ撤去。武家としての活動は終わった。一族が誕生時の住職となり、接収している。この久米郡原田氏は、美ま坂関係党とは別勢力の武士団で、活動は異なる。これとは別に、もっと古い代に、美ま坂か主検地より原田氏が出ており、 県知の子馬の城地底は、針馬長田層に居住したが、上級の乱により、内地にし、その小右、馬太郎智明は、勝田軍真壁に移って、関係党として活動した。昭和2年4月、官軍として、京都市上井の熊まで攻め入り武田氏らと戦った際、原田彦三郎左州が、有本佑広市、佐光佐吉、福光佐長、植月茂るさ、 高取主皿と共に討ち死にしたことが見えている。天正七年に、浮田氏が後藤氏をサムスン城に攻めた際、関家党と共に牢城。落城後は、高取氏と共に浮田方として、有本氏攻撃を先導した。小王朝旗屋に原田の地名が残っていることが指摘されている。校舎の家系から加賀前田氏が派生している。勝田軍高取荘に住した氏族。 小牧軍与の村を根拠地とする。高取氏は、しばしば誤って、高取氏と書かれた。関係一等であることは確かだが、高取氏が、江戸時代森氏に提出した書状では元来朝廷より、出て、山和国に一条を構えたものの、陥ちして、作州に来たと言い,い、また一説に、佐伯やあよりの後というが、定かではない。太平記に見える史上井の熊達船から、 戦国時代の終焉まで関係党として活動したが、宇喜多氏の信仰により原田氏と共に参加に入り、当時降伏した兵に道案内と戦方を命じる習いがあったとはいえ、宗家有本氏に弓を引くこととなった。みまさか関家高取氏から派生し、備前で浦上家重臣となった高取氏がいる。遅くとも16世紀初頭には、伊部村周辺に基盤を確立しており、 そこを本拠に、飯村、高松城、かかと城主などを務めた。戦国時代、高取美中神は、浦上宗影家下で三千国を領し、領地に美禅焼きで有名な伊部を抱え、有力用元大教師などを配下に組み入れ橋は、秀吉に贈り物をしていた。その弟いよいよ四郎は、宗影の娘を妻として婿入りし、古生衆をなすなど、 以前、浦上市の中枢にいた。また戸川秀康に妹をずがせて衆徒であった上、浮田秀家の母と内縁であるなど、浮田氏との関係を多分に持っていた。a 6十2年、直家最初の浦上家より離反の際は直家に就いた。ものの、天正2年、二度目の離反の際は、胸陰方につき、かかと城周辺で戦闘を行うものの、追い落とされてしまう。しかし、 宇喜多野中との遠赤関係や姫路に拠点を持っていた、秀吉との関係から、二代目備中神は、仙台同様三千国の治療安道を受け宇喜多氏に、使え、宇喜多タ八と名乗りを変える。木八は、お家騒動で、戸川氏らが退出した後も、中華母大型伝との関係から、宇喜多家に残った。関ヶ原の戦いで、宇喜多氏が滅亡した後、 遠石関係から木八の市長佐衛門のは、おばむこである、戸川通安に三百国で仕えたものの、預かった通安のこの養育をめぐって、不況を買い、心衛門は老人となって果てた。しかし、馬場家の養子に入った兄弟の勘衛門が十村木も入り役となり、その子孫一郎は、門田村に、伝寺屋敷を与えられ、ごと格として武士に復帰。 孫の孫兵は、岡山藩家老の息忠沖に仕えて、生を高取に戻した。奈義町美なきを領し、美な家を名乗る。美な家田もつが、美ま坂太平記を表し、関家党の由来、戦国記における関家党の活躍の司祭を記す。勝田軍豊田将を基盤とする一族。三歩、太郎正の妻は、豊田右義馬党の娘で、関家七流を生んだ。平安時代は、 平家法として活動。稲城氏の経営図では、周茂の穂綱が、渋谷と様森の水居で、源の頼朝に仕え大御国に所領を得たが、没収されて、三政家国に帰って、豊田省を切り取り、香川城主となって、豊田太郎と名乗ったとする。稲城氏はその子孫である。佐藤東町、江美近辺に栄えた武家。菅原氏から派生した江美氏と南北町時代に、 その一族の領地を乗っ取った赤松支流恵美氏があった。道真の孫、初期の子孫という。一族は、恵美小一円に反もしたが、林野保、中でも出雲街道に加え吉野川、梶並川、滝川が合流する物流の要衝である倉敷を、掌握し経済的浮遊を誇った。平安時代は、平家法として活動するも、鎌倉幕府御家人に転身。 南北朝初期は、関係党と行動を共にする。赤松市と関係が深く、文章元年、有馬温泉に、下喫の乱により一旦滅んだ赤松市急進が、最高を期して集結した時に加わるなど、赤松方として行動した。幕府への資金援助などが認められ、京で使えるとともに、影響年間に、江見は室町幕府とざま衆に加えられる。 影領県日録のタイを書いたため、泉秀正は、恵美の出身で、恵美ーズ守の息子月光子、ことぶきカツと愛人関係にあったこともあり、記録が多く残っている。戦国期に入ると、恵美氏は守護赤松氏の権勢を利用して、一族や周辺豪族の領地を集約して、統制権を確立した。天文元年に始まる天古による、制圧が進む中で、エミ氏は、 天子方となる。しかし、天子氏が毛利氏に駆逐されると、いち早く半天子へ転じた後藤氏との戦いに敗れ、一旦滅びた後、元気二年に、その後藤氏の援助により再興する。このような変典やさらに、小田勢の侵攻による環境の激変で暮らしきなどを掌握できなくなり、宇喜多氏に仕え、朝鮮出兵に参加する者の,の没落。宇喜多氏し後は、 釈材を重ねつつ、主観を目指すも叶なわなかった。赤松流の江氏は遠心を遡ること数代前に、派生した宇野氏の慶春が、相田軍、江見河原を領して始まったもの。南北朝時代に、関家流江氏が、五代醐天皇の劇に応じて立ち、江森則は、鳥越山次郎、伊東氏、松田氏に攻められて、同じ宮方の赤松氏に救援を求めるのまた、次郎。 赤松藩主が赴いたが、その到着前に城は陥落し生息は戦死した。宇野影都氏は生息の後を襲い、そのまま江美となったと伝わる。江美は関家の竜であり、源平から南北朝まで軍事的に行動を共にするなど深い関係にあったが、すでに平安時代から独自の武家として活動する勢力である。久米軍、カキワゴ領す。古代からの豪族であるが、 助けが養子に入ったことで、菅原氏と関係を持つようになった。室町幕府奉公衆。官能の上乱で、山梨氏が美正鷹を制圧すると、鶴田城主羽上手、鏡の守る有望の子、柿は女性が、山名義氏に従って、多くを漁師、俗意義にして、淡い氏となったと伝わる。有望女性有権影森旧制晴れ性晴れ系と続いた。関家の着量。 は賀の女性と称するなど、自他共に関係と見られており、距離の離れた柿橋より近縁の関係等と関係を結んで、軍事的にも協力関係にあることが多かった。久米南朝上目を拠点とする豪族。本生は、うるし市で、有本タスク県の小助常が、養子に入って、菅原を称するようになった。戦国時代に、浦上氏の配下となり、続いて、 それを下国上した浮田氏の下で、湯下衆として働いた。家バレの自責が知られる。江戸時代は、昭夜となった。稲岡省の原田氏同様、その活動は、関係党とは別である。内閣総理大臣となった、菅直人はこの一族の出で、久米軍議会議員となった祖父の菅実乗るまでは神目を拠点とした。21世紀に入っても、先祖より引き継いだ広大な土地が、 菅直人の所有地となっており、息子、菅源太郎が神目を含む岡山県第一区から立候補するなど地盤を保ち続けている。ありがとうございます。